は改めまして本当にありがとうございます。宮井さん、あの奥大輔さん、我々の島であちこちで非常に浸透していて魂が大きなようになっています。まず奥大輔さんの魂でみんなでちょっと黙祷だけしましょうか。いや、20秒だけ緊張じゃないですよ。はい、本当2014年に大輔がこの宮古島で亡くなってで翌年、大輔の思いは子供たちを笑顔にしたいっていうところで夢や目標を持ってねみたいなところを聞いてたので、何かできないかなっていうところで、メンバー集めてドリームマッチを開催しました。で僕自身も宮古島初上陸行ってみてすげえ心地いいなと、めちゃくちゃ楽しいなっていう中で、じゃあ毎年これを継続してやっていこうと言った中で、今回コロナ禍で昨年来れなかったんですよ、1年、でその来れない中で、生活困窮者の方が増えたり、それから母子家庭率もね非常に高いこのエリアなんで、そういったところに何かできないかっていうところで、福祉協議会の方とかフードバンクの方とか相談させてもらった中では、食料がいいんじゃないかってところで、ここ本当一部中の一部ですけど、これ以上あります、寄贈させていただいて、でまたこれ単発で終わらないようにね継続的にやりたいですし、今回はこの宮古島 のザキミン市長が我々をこんなにも心よく受け入れてくれてこんな表敬訪問させてくれることなんて多分ないから、このコロナ禍ではもちろん感染対策バッチリでやりましたけど、それにまず一つ感動しましたし、それからたまたまですけど僕の生まれ育った静岡県藤枝市と宮古島市が姉妹都市なんで、本当よね、その偶然もね重なって非常にいい回だったなと思って、商品に行くと例えば大塚製薬さんとかポカリセットね、それからこれタトラスさんとか洋服ね、これ無償提供なんで
そういうところも何社か出てきてくれて、はい、まあ、ここにねたくさんスポンサードしてくれて、はい、乗ってますけど、まあ、本当にいろんな人が二言返事で、まあ、もうそれだったらやりなさいということでスポンサードしてくれましたし、まあ、先ほど言った市長もいいことやってるのにこそこそしない方がいいよって言って、はい、こういうね大きなプロジェクトになったんじゃないかなと思います、はい、もうそういうのをみんなが賛同してできてます。皆さんもぜひご協力お願いします。また今後どんどん、ね、発信していきますので、皆さん奥大輔の思いを継いで頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。